どうも高井です。派手な成功法則で心が折れる前に、地味な成功法則こそ実践すべき理由。私自身がこの本を読んで思ったのが、確かに 5% だったらできるかもなって。1日 5%、 ほんの少しの頑張りで2日目、その 5% にさらに 5% 積み重ねていく。で3日目、またその 5% 積み上がったところに 5% を積み上げていく。この繰り返しだけど、ほとんどの人ってその 5% でほんのちょっと頑張るっていうことよりかは、思いっきり頑張って思いっきり最速でいかに早く自分自身が強くなるかってことを考えたり、いかに早く収入を上げるかってことを考えたりする。アスリートで言ったら、もっと強くなりたいとか思ってコツコツってやるよりかは、一気にやるってイメージは強くない？だけどそれってね、人によってはオーバーワークになって体をバッキバキに壊しちゃう。そういう風に壊しちゃうと今まで積み重ねてもったいなくない？できる人も中にいるかも。でもその 5% を超えた領域で頑張っちゃうと、心も体も壊れていっちゃうから、それを抑えた上で、じゃあこうしましょうねって提案してくれてるのはこの本なので、非常に地味です。地味なんだけど、その地味な方法こそ私たちに適したノウハウだと思うんで、ぜひともね、読んでみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。